村上選手、52号ホームラン、落合氏や野茂さんと並ぶ。52号来た。はい、神様。ふっほ。神交流。神定期。これが見たかったんだよ。今そんな甘くなかったよな。残り20試合くらいで9本か、いけるんじゃねえか。ビタビタのコースを持ってかれるのか。やばすぎやろ。村上宗隆に12歳が52本で並んだ選手、野村克也、落合博満。残り21試合、60本まで残り8本、いよいよ現実味を帯びてきたな。主人公村上のドラマやな。野茂さんにこの活躍見てほしかったな。大谷とかビッグボスとか矢野や高津石井和久などいろいろ見てほしかったし、意見聞きたかった。よかったな、現実になって。ノム、見てるか？先見の目あったな。ギリギリ話す機会あったんやな。自分じゃなくて王なのが深いな。守備位置なんかな。打者としては自分より上って自覚してるからやない？ノムさんからしたら王は実力やスター性含めて歴代最強打者やからな。自信はあくまで月見草やし。その約束を村上は果たそうとしてるんやな。なんで真中は浮いてんの？めっちゃいい写真やな。これ最初は野茂さん車椅子やし打席立ってほしいけど無理かもしれんな。って状態から。野茂、打席行くわ。フルタコか、でもさすがにバット持って立ってるだけで、スイングはできないやろな。野茂、来るわ。フルタコか、ってなったから驚いたんやってな。大河ドラマの村克也は見たいな。日本プロ野球の黎明期から現代野球まで全部できるで。野茂はさっき死んでから、いろんな人と関係修復したんやなかったっけ。一時期、長嶋が何かが気に触ったらしく距離取られたらしいが、死ぬ前に仲直りして大長嶋野茂で写真撮ってたしな。波乱万丈の人生やったけど晩年は幸せに過ごせたんちゃうかな。濃いメンツでヨーロッパ行った。これもいい写真やね。月見草かっこ三冠王本塁打王9回打点王7回首位打者1回。弓が汚れるのを嫌がってる動きやな。しかもとが似てるのがまた面白い。草野球のワイヤ。草野球中のワイ、あ、ボールってこんなに弾まねえの。悲しい。もうおじいちゃんやん。アンチオツ、山田ベツトやから。山田、お前もうめが。カツオの200勝チャレンジ、ゆく。この打球はむずいよ、内野でこんなのほとんどないわ。山田はもっと丁寧に行くべきやけど。ヤクルト強いうちに長期で休んだ方がええんちゃう？